こんにちは、高森です。理科大合格した皆さん、おめでとうございます。私のところにもですね、YouTube のコメントですとか、まあ、ブログ、メールとかでですね、理科大合格しましたみたいな発表じゃないですね。報告が来てですね、いや、まあ、嬉しかったですね。結構受験っていうのもね、私は現役時代、全落ちしてるんで、辛さも十分理解している方かだと思うんですけれども、長期戦っていうところもありますし、まあ合格という結果をもぎ取ったっていうところで、心より嬉しく思っております。今後もですね、YouTube で理科大のいいとこ活動みたいなのは、まあ細々とやっていこうかなと思うので、末永くお願いしたいという感じですね。で、まあ、落ちてしまった人もいると思うんですけれども、これもね、実は自分はありと思ってるんですね。なんでかっていうと、まあ、理科大に進学する前に僕は全落ちして、まあ、1年間の自宅浪人生活を経てですね、まあ、いろいろ自分を内省したりですとか、得られた経験っていうのがあって、それは社会人になった今もね、生きてる部分があるんで、落ちた当初はね、僕も担任の先生とかにそういう報告をしに行かなきゃいけなくて、ちょっともう合わす顔ないな、みたいなところがあったりでですね、ちょっとこれ僕の人生終わっちゃったかな、みたいなぐらいには思ってたんですけど、まあ、振り返ってみると、その1年間ってすごく意義のあったものだったんで、同期と1年遅れるって結構、18とかのね、年代で結構しんどいなって思うところあるかもしれないんですけど、まあ、一回自分を見つめ直す時間ということでやっていくといいのかなと思いますね。で、今回の動画なんですけど、ちょっと理科大に入学した皆さんにですね、入学前に、まあ、やっておいた方がいいんじゃねっていうことですね。まあ、ズバリ研究室の情報を調べておきましょうっていうことなんですけれども、まあ、これをね、伝えておこうかなという動画になっています。はい。で、入学前になんで研究室の情報を仕入れておいた方がいいかっていうのと、まあ、これ意識の問題なんですけれども、理系において結構研究室で過ごす時間というか身につける専門性ってめちゃくちゃ重要なんですね。まあ、これは将来的にどういう仕事を糧としていくかっていうところにもつながるんですけれども、まあ、理系としての基礎的な作文能力とかね、データの処理方法とかいうところが、結構研究室によって考え方が違うところがあって、自分の軸になるところだったりもするんですよね。あと、専門性っていうところですね。理系はどっちかっていうと、学歴っていうより、どういう専門性を持ってるかとか、まあ、どういうアウトプットを出せるかみたいなところが重視されるところはあるんで、そういう意味で、その専門性を育むための、まあ、環境ですよね。土台となる研究室選びっていうのはめちゃくちゃ重要になってくるんですね。そういうのを踏まえた上で理科大っていうところの研究室環境を振り返ると、まあ差はあるんですけれども、研究環境はすごく優れてるんじゃないかなと思ってます。次第の中でも研究力が優れたランキングみたいなので上位に食い込んでいる大学ですし、まあ自分自身もね、理科大の研究環境っていうところを経験してるんでね、わかるんですけれども、やっぱそこら辺の企業より充実した研究設備があるんですよね。なんでそういう研究設備に積極的に自分から飛び込んでいってね、いろんなものの原理原則とか、シンプルに試験機の使い方とかでもいいんですけど、そういう自分の経験をね、すごく増やしておくっていうところにおいて、理科大っていい環境なんですよね。このね、経験を積み重ねていくっていうところで大事なのが研究室選びなんですよね。ぜひですね、入学する前に、自分が入学することになる学部、学科で、どういう研究室があるのかっていうところと、まあ、どういう教授がいるのかっていうところ、ぜひ、もう、インターネットのね、ページ、ペアって見るぐらいでいいんで、イメージしておくことが大事かなと思います。その作業をしておくと、しておかないとで、結構学部ですごく3年間ぐらいの時間が違うものになってくるのかなって思っててですね。入学前にそういうことをやっておくと、なんとなくね、自分の中に情報のセンサーというかアンテナみたいなのがついてたりするんですよね。何が言いたいかっていうと、まあ何気ない授業でも将来的にやることになる研究に必要な知識みたいなのを、まあ学部の授業とかでさらっと教授とかね、喋ってたりして、そういうところの情報を、まあ受け取るというかね、掴み取るというかね、ここは表現の問題なんですけれども、そういうのが身についてたりするんで、ぜひね、研究室のホームページっていうのは、ざーっと見てみてね、ああ、自分こういう研究やりたいなとか、まあ、こういう研究室入って、使い方曖昧で申し訳ないんですけれども、専門的にはこういうことを身につけて、まあ、企業でその専門性を活かして、働いていきたいなとか、お金稼いでいきたいな、みたいな、漠然としたなイメージをね、つけておくっていうことはめちゃくちゃ重要だと思いますね。まあ、結局それがですね、就活の際に、自分の軸を通すっていうことにもなって、結構就活もイージーになりやすいかなと思うんで、ぜひね、そこのスタート地点としての研究室チェックっていうのを調べてみてほしいですね。で、学部入った後は、
まあ、なんとなくぼやっとでも自分のやりたいなって思ってる分野を扱ってる研究室とかがあったらですね、まあ、ぜひ研究室の教授とかにメール打ったり、まあ、研究室行くとかでもいいと思うんですけど、やってみてほしいなって思いますね。意外と研究室の門戸って開かれていてですね、まあ、僕もなんか学部の時って研究室って行っていいのかなみたいなのがあったんですけれども、まあ、結果から言うと全然良かったですね。所詮なんか学部4年と M1、M2 修士ですねの学生がなんかはびこってるだけで、あの年もそんな変わんないんでね、なんかいきなり学部1年なんですけど、ちょっと研究どんなことやってんですかみたいな雑談で飛び込んでいくっていうのもまあありなんじゃないかって思いますね。あのそれだけですね、研究室の環境っていうのはすごく重要で、まあ、人間関係もねめちゃくちゃ重要なんですけれども、専門性っていう意味でもね、自分の思ってたものとのギャップを小さくするっていう作業は絶対にしておいた方がいいっていう感じですね。あとね、本当に研究室によってもね、研究室によってもっていうか、まあ、分野によってもそうなんですし、教授のね、あの感じによってもそうなんですけれども、教授のねお金をもぎ取ってくる力っていうのもすごく重要ですね。やっぱさっき言ったようないろんな研究設備に触れるとか、まあ、実験をするとか解析するとかねっていうのも、まあ、何するにしてもお金がかかるんですよね。まあ、なので教授のお金を取ってくる力っていうのは、自分が経験することに直結するんで、その辺もチラッと見ておいた方がいいと思いますね。あとはもう研究室によっても対外的な活動をしてるかどうかっていうのもちょっとチェックしておいた方がいいと思いますね。例えば企業と共同研究してるとか、なんか国のね何かしらのプロジェクトに参画しているとか、まあ、研究活動の発信ですよね。まあ、何でもいいんですけど、論文バリバリ書いてるとか、学会バリバリ出てるとかね、いうところもチェックしておいた方がいいと思います。特に国際学会とかはね、今はもう結構現地で開催できるようになってきてるような感じらしいんで、まあ、行けるかどうかっていうのもチェックしといた方がいいですね。私もですね、あの学生というか研究室選びの時は国際学会に行けるかどうかみたいなところを一つ軸にしてたところもあるんで、あの本当に国際学会行けるなら行った方がいいっていう感じですね。やっぱ僕研究室入って初めて海外行ったというか、研究室関連で国際学会行ったんですけど、やっぱね視野が開けるなっていうのと、英語に対する抵抗感っていうのがだいぶ緩和されたのが良かったかなと思いますね。対外的なねそういう発信活動みたいなものをすることで、やっぱ自分から何かを出すっていうことの重要性を身につけたというか、大事さがよく分かったなっていうところもありますし、もともとね僕結構友達がいないキャラっていうか、まあキャラでもなく事実として友達全然いなくて陰キャみたいな感じなんですけど、まあ、それでもね仕事においては何かしらこう外に働きかけていかなければいけないというか、例えばプレゼンとかね、まあ、相手に訴えかけるみたいな作業が結構必要だったりするんで、ね、そういう意味でなんかいろいろ学会行かしてもらったり、特にね海外の学会ですね、国際学会にもう大学のお金で行けるっていうのはもうすごくいい経験だったなっていうか、もうアドしかないなみたいな感じでしたね。ちょっとまだバーッと喋ったんですけど、まあ、とにかくですね、あの理科大に入学することになった皆さんにまあ言いたいというかお勧めしておきたいんですけど、あの研究ですね、理系において研究活動ってすごく重要なウェイトを占めていて、学部3年間でもほぼ研究でアウトプットを出すためにあるんじゃねぐらいには思ってるんですけれども、環境ですね、研究室っていうのが、まあ、どんな感じなのかなっていうのはですね、ぜひ入学する前にパーッとホームページ見るぐらいでもイメージ固めておいていいんじゃないかなと思いますね。まあ、そういった活動というか意識づけがね、ちょっと繰り返しにはなるんですけれども、就活の際の、まあ、学知化みたいなやつですよね、ストーリー作るのに役立ったりとか、まあ、あと企業に入ってからもやっぱ専門性がある人って頼られたり自分軸で話せたりもするんで結構重宝されますね。まあこれからの時代なんか主体的に考える人材が好まれるみたいな、まあ散々言われてますがっていうところもあるんで、まあ、そういう意味でもね、自分はこれができるんですとかこれが強いんですみたいな材料というか手札を持っておくっていうのはいいのかなと思うんで、まあ、ぜひ研究室見てみてください。まあ、ちょっとあったかくなってきたんでね、体調を崩さないようにね、安定して新しい環境を迎えていきたいですよね。